皆さんこんにちは。今日は10月16日の日曜日です。今回は ZRX1200 ダイグのカスタムをねします。カスタムするパーツはマフラーです。まずはですね、マフラーのリペアのね動画をご覧ください。
はい、こちらがですね、リペアが完了したマフラーです。メーカーは吉村になります。サイレンサーをリペアしました。そして今回はですね、フル液ですね。こちらがですね、チタン製のフル液のマフラーです。残念ながらですね、底を少しね、擦った跡があります。ただね、まあ底ですからね、通常はね、見えない位置になります。で、こちらがですね、テールパイプになります。こちらもね、少しね、傷がありますけど、まあもうこれぐらいはね、仕方ないかなと思います。そして細かいパーツなんですけれども、リベットバンドですね、それからガスケット。そしてスプリングはね、ちょっと錆びてましたので、ステンレス製のね、新しいものを調達しました。ではね、交換の方に入ります。Thank you.